スノーマン佐久間大介、20歳のラウールを祝福新成人へ、焦らず、ゆっくり、自分のペースで。9人組人気グループ、スノーマンの佐久間大介、31、が8日、自身の SNS を更新。メンバー最年少のラウール、20、に成人の日のメッセージを送った。昨年の大晦日に同グループのメンバーとしては初となる個人の X、旧 Twitter を開設した佐久間。この日は、ラウ、新成人おめでとう、と祝福、大晦日に最大同時接続133万人の日本新を記録した YouTube ライブでのラウールとのデュエット曲の写真に、ラウ新成人おめでとうと手書きの文字を載せて投稿した。また、一つ前の更新では、本日は成人の日。新成人の皆さんおめでとうございます。20代になると今までよりもいろんな未来が明けてくるので、ワクワクがいっぱいでもあり、少しばかりの不安も出てくると思います。焦らず、ゆっくり、自分のペースで、楽しんでください。自分たちの最高の未来を作るために一緒に楽しもう、と、新成人への言葉も伝えた。